激しい雨がの、タブを書いたので、前以前、かなり前にあげたんですけど、タブがなかったんで、タブが欲しいというリクエストがあったんで、タブを書きましたということで、まあ、それに付随してちょっと解説だけをしていこうかなと思います。まず、まあ、頭が簡単やと思うんですけど、5弦の447、4弦の446で3弦4、2回弾いて、今度4弦7で6、2回で5弦の7まあ別に全部出してもいいんですけど、なんか本物の聞いてるとこう、まあ、こう聞こえたんでこう弾きました。で、A メロが普通に C シャープマイナーと、B の繰り返しで、まあこれは大体でいいと思いますが、でそれの終わりにこういうのが入ります。これが3、5弦の4 4弦2で、4をチョーキングして下ろして2、4で、ここから6へスライド、3弦の4で、4から6へハンマリングあるいはスライド、B メロが B で、ここで C シャープマイナーのところで、こういう感じの、まあ、C シャープ弾きながらでもできるんですけど、まず1弦2弦の4、1弦4と2弦の5へね、これ C シャープマイナーの省略コードで、1弦人差し指が4で、2弦が中指5で、薬指が3弦の6、これを押さえて、まず人差し指は、1弦と2弦両方4はバレーします。でここでまず1弦2弦2回鳴らして、離して、中指離して4と4で、でまた押さえて、また離す、
で今度は押さえて3弦と2弦で、で今度は離して1弦2弦、こんな感じやね、メロディー的には。これをでまた押さえて、で今度3弦と2弦で、最後全体でこんな感じです。でまた B、A、で今度 G シャープのところで3弦の5へスライドして2弦、1弦の4、次が3弦6で1弦6、次が3弦8で1弦8で、最後サビがまあ C シャープマイナーで、 B を一瞬弾いて A で、また B、これの繰り返し。まあ別のパワーコードでも、で最後 G シャープで、でまた繰り返していく感じで、でこっからギターソロに行きます。5弦の4、6、7、4弦の4、6で、3弦の6へスライド、4弦7、6で、4、5弦の7、6で、7、3弦6から9へスライドで、8、もう一回9から11へスライドで、11をチョーキング何回かで、こっから、コードが変わって F シャープに行って、普通のロックンロールの感じのやつで、まあ1弦2弦の2を5回鳴らして、3弦の4で、今度は2弦3弦の2で、3弦だけハンマリング、3弦ハンマリングで、4弦の4で、今度2弦3弦の4をチョーキングしてチョークダウンで、もう一回さっきの2フレットから3弦だけ3弦ハンマリングで、4弦の4で、次これがこのまんまの、ポジションが B7 のところへ移って、今度1弦2弦の7、2弦3弦の9で、2弦3弦の7をバレーして、3弦だけ8へハンマリングで、薬指で4弦の9で、今度は1弦2弦の10を5回で、1弦2弦7、2弦3弦9で、もう一回さっきの2弦3弦の7から3弦だけ8へハンマリングして4弦の9で、今度はこういうメロディーラインなんですけど、まず E のところで2弦の0とこの3弦の1123と2弦の0を合わせて、で次 F シャープのところで人差し指が2弦の2、中指が3弦の3で、薬指が4弦の4で、この押さえたままで、まず3弦と4弦ね、で鳴らして小指で3弦の4を押さえて、で2弦3弦の
2と3を弾く。こんな感じやね。で、B を弾いて、2弦の4をチョーキングしてダウンして、3弦の1。で、また。そんな感じですね。あとなんか途中にオブリみたいな入ってたんですけど、まあ別に1番を繰り返しとけばええと思うんで、まあこんな感じになります。ということで以上です。